やってまいりました。ボードゲーム、はい、人生ゲーム、人生ゲームです。なんでどうしたのお前。さっきちょっとね、猫と戯れたらね、猫アレルギーの可能性が出てきてね、ダメらしいんだよね。これで言われても無駄か。とりあえず2台用意しようか。それともあの4台用意して、あのトッシーとカルトも参加する。トッシーとカルト参加するよね。ああいいよ。じゃあ何がないお前。てか4台あるちゃんと。4台あるよ。人間が人間が足りねえだ。子供は緑がいないから、まあ、青でもいいんだけど、とりあえず、とりあえずじゃあとりあえず何色がいいお前。俺は青でいいやつ。青と。じゃあ青がお前で。で、じゃあ俺緑いいな。俺緑いいよ。で、トッシーとカルト。トッシーは黄色で、トッシー赤だ。いや違う、トッシー黄色。絶対トッシー黄色。卓球か。OK。納得した。じゃあカルト赤ね。じゃあ俺カルトね。俺カルトと俺を操作するから。ああ、そういうこと。いいよ。マステクメンバーの人生よりいかに。すごいよ。俺のこの原作再現っぽい半端じゃなくない。何が分かる。見て、いや何も分かんないけど、あの日本だと右車線、中国だと左車線。そうなんで全然気づかないよな。よし、じゃあじゃんけんで最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、負けた。じゃあ、俺が先でトッシーがそのお前のこうでいこうか。じゃあ分かりやすく、はい、これでいこう。え、どういうこと。お前は緑。俺は緑だ。こうでいこう。こうでいこう。よし、じゃあ、はい、ルートです。はい、分かりづれえな、これ止めようぜ。うん、あ、止めたらば、でもどうぞ。秘書になれる。あ、秘書割といいんじゃない。で、気に入れば職業カード取ってます。もう給料日7マス進む。あ、そうか、給料日か。給料日行く秘書。秘書でいいよ。転職だって性格に合うし。違う、そっちから。ええ。お前秘書だったら社長終わるわ。何言ってんだよお前、秘書をメモするだけだろどうせ。なんかあれ。あれ安い。じゃあ行きまーす。秘書ってもっと高いイメージあるんだけど。で、あっときが今秘書になりましたと。秘書になりました。すーん。てか、そうか、あいつらの分のお金あれしたいと。あ、そうだ、あいつらの分のお金。これ共有財産でいいの。あかんやろ。あかんやろ、絶対。あかんやろ。わかりやすくしょうがないのは。に大して構わない。はい、これカルト。キャスターになる。気に入れば電車カード6マス。キャスター、キャスター。うん、ちょっと待って。お金いくら。サーバーどうだったのか君は。ああ、26,000。ああ、うーん、まあ、私より8,000も高いぞ。初期費用として高いんじゃないかな。うん、そうだね。じゃあキャスターになるわ。はいよ。男はキャスターか。まああるけどな。いやいや、くれよ。はいはいはい。あれを6,000は。やべえ、おらよ、今渡されて終わったと思って。はい、ちょっとごちゃまぜにすんだよ、これ。わかりやすくしろげ。さあ、こっちだろ。携帯がいいっす。あ、もうキャスター覚えなきゃいいか。よしよしよし。窓結果貼ろう。3。さあ、トシは何になる。ビジネスマン。一番普通。なんか、彼ビジネスマンになると思うし。これどうする。彼ビジネスマンになるから。でもこれ危ないもん、全員出したらもういいだろう。トシに電話しようぜ。はい、じゃあこれでダイス回していこうか。これはおせいしよう。とりあえず彼はもうなる決定。彼はなる。ああ、なった。ビジネスマン、愛としい。はい、ビジネスマン、よし。じゃあカルトいきまーす。カルト4。4？ ん？ 4？ 1,2,3,4。声優ね。おい、お前、あの、カルトっぽいっちゃっぽいぞ。おー、しかも給料多いぞ、カルト。マジで声優いくら？秘書より高い。うん、秘書が安い。秘書が謎の安さ。はい、みんなね、それなりの、あ、これね、こうやってスッってやれば回るから。あ、ね、5だって。みんな、ね、ちゃんと職業つけたね。
ちょっとこれ、給料以外ダメで、あ、ダイナミックカード1枚ずつもらえるやん。あ、どうぞどうぞ。で、5000円で生命保険入るんだけど、入ると思う、みんな入るよね。うん、はい、はい、みんなもらうんだよね、それ。で、生命保険は多分、ね、生命保険は2枚しかないでしょ、でも。あ、今ある、今ある、全員で、5000円引いとけって話やろ。そうそうそう、生命保険いるでしょ、みんな絶対いらないやつ、いると思う。いらないやついると思うでしょ。あ、ここで買わない選択肢を取るやついると思う。うん、ないかな、さすがの俺でも買うもん。だってこのゲーム何が起きるか分かんないし、ね、生命保険って人生ゲームにおいて基本的に保持しといたら最終的には簡単に予定するからね、うん、てか、あの下手こえたらあの 大どんでん繰り返し あのどん底いくから、うん、5000円ぐらいケチになっていいだろう。というわけで、みんな生命保険を買いまして、はい、で私は、君は51,2,3,4,5 見えない。通勤のためフルマラソンの距離を毎日往復8000もらう。関係なくね、もらえることと。ちなみにこれダイナミックカードって書いてるけど、これどういうこと？ダイナミックカードがもらえるってこと。そうなの？うん、本当？本当。嘘ダメよ。分かった、はい、とりあえず行こうかな。次俺だな。5、俺と一緒や。8000くれよ。2000よこせ。キャスターがフルマラソンしてるぜ。2000よこせ。その方が楽なんだよ、銀行員的には。銀行員的には。はい、面白みがいいな。ワンダイナミック、ワンダイナミック、トシ行けよ、トシ。あれ、やるやん、そっちやるの。なんだ、もうこいつ面白いやん。トシの行動再現だよ。やめろよ。はい、しょ、ほっ。はい、1、トシ1。自分の部屋を押してるにめちゃして貧乏になって2000円払う。これあいつダイナミックするんじゃないの、これあいつだったら。ダイナミックできんのこれ。いや、お宝を払うでしょ、あれ。いや、お宝以外の払うマスをもらうマスできる。あ、そうか。しないだろ。2000円しかもらえないの。じゃあ2000円で。はい、2000円払えじゃん。払うか、払うとき、払うとき。いくぜ。結局、トシの人生じゃなくて、俺の人生、2代目になってんだ。いくつかあると。5000円もらう。想像力がない一刻の見分けを同僚に教えた。5000円もらうプラスダイナミックカード。カルトやりそう。すげえな、カルトやるだろこいつ。給料日ってなんだっけ、通過したらもらえないけど、それでも通ったら絶対止まるんだっけ。通ったらあの通過通過だけか。6、1,2,3,4、何、結婚だわ。ストップ。だからとりあえず先こっち処理しよう。先給料日処理で、うん、給料日でお前やつ100セチングしてんだろお前。うるせえな。安い賃金してんだろう、パートナーを乗せるルーレット1回回し、みんなからもらう結婚金祝いの金額と次の番に進むコースを決める。パートナーがとりあえず2台目でとりあえず勝手に人を乗っけます。1人、うん、とりあえず青を乗せると男っぽいので赤を乗せます。うん、まあまあまあ、まあ、何でもいい。一回子だくさんになって4パスしか乗っけるスペースないからすぐに手がってことある。俺が回すんやろ。ああ、5、お祝い5000でコースグローバル。よし、1人から5000円ずつもらっていく。よし、5000。どうで返してもらうよ。はい、実際このメンバー結婚してもいけなさそう、お互いの結婚式。いけたらいいけどな、行きたいけどな俺も。じゃあ俺の人生行こうか。友達だわ。結婚だったら、まず給料日。まず給料日。俺給料多いから2万6000だわ。はい、あ、3万ください、4000あるんで。拾ったから、もう銀行員処理したから自分の仕事。俺の結婚のやつ回しちゃうよ。取ってみませんかこれ。同じだわ、5000円ずつもらってグローバルの。5000円おこしな。5000円もらった俺。どうしてお金ないんだけど。違う、どうしてお金ない。多分これだって、これでこういう状況になる。なるほど、OK。カルトからもらった？カルトからもらう。崩して。やべえ、銀行に大変だ。あ、大丈夫、俺が返すわ、これ1万5000。で、次。まあ、これ、全員結婚ルートじゃないの？本当し、4。結婚できなかったな。1,2,3,4。フルマラソン。ダイナミックカード1枚とフルマラソンできます。やったら、年1万だしからちょっと解放されたな。やばい、年の人生がやばい。給料も安いし。やめてね、年失礼よ。よし、オッケー、どうぞ。いや、オッケー、カルト行こう。5、1,2,3,4、給料まで落ちた。一番何もねえやつやん。ただの給料。はい、ただの給料。給料2万円です。ただの給料。
超普通。はいはい、今日2万円なんですけど。いや2万、あごめん、君の勘違いした。俺より1000円美味しい。え、2万円合ってんじゃん。あー、いや、そう、全部返して1件限定したんですよ。はい、じゃあ、あっときくんですね、次は。たぶん、トッシーが転落人生でカルトが安泰なんじゃない。はい、5、グローバル行ったかな、君。1、2、3、4、5、地域に根ざして活動したくなった、矢印が刺すマスへ移る。あ、じゃあこっち、廊下に帰る、廊下に帰る、こっち廊下に、あ、そっちか。これは多分ないんだ、効果は。廊下行っちゃったな。うん、まあ、どっちがいいのか分かんないけど、分かんないけど、俺の性格上ローカルじゃなくてグローバルだって言います。俺もなんだよ、よーグローバルですからね、私も。1、2、3、4、世界初大王位から捕食信号から3万5000個の大学から3万5000。俺超安泰じゃないよ、これ。何いくら、4万ください。でもさ、そのまま1万追加でもいいんだけど、あの5000が多くてさ。5000が多くてさ、いい収入ですわ。都心だ、3、あれ都心1万7000。いや、これはダイナミック使っていいの、絶対やつ使う。でこれダイナミックカード上にあるけど、どうなんだろう、使ってもらうの。いや、これ結局プラスマイナス1するから、じゃあこれはダイナミックカード受け取らない代わりだから、持ったままで、本当はもう1枚プラスされるけど、それ使うって感じになるんで、だから単純に1万7000もらう。はい、打ち上げ花火で愛を告白した上で1万7000もらう。パッと光ってさい。え、あいつは何、カルト君。5、1、2、2、止まったよ。祝い金何本でしょ。まず給料日はないか。3は3000。じゃあちょっと待って、あの、俺さ、結婚相手乗せてない。結婚相手乗せてないわ。これは、私と年からの6000円です。よいしょ。それ、みんなから3000円だっけ。あげたもん、6000円の釣り、3000円、これ2000円の釣りもらうから。はい、で、私待って、こいつの、あそこ3だから、3だからローカルか。あとき反応しねえな、お前手どうした、お前。2、はい、給料。なんもねえな、つまんねえ人生送ってんな。いや、世の中普通が一番ですから。見てこれ、勝手に稼いでるわけ。大丈夫、お前いいの、それご飯とかするんじゃないの、それ。ないはい、行きまーす。ちょっと、他のちょっと綺麗にしよう、見やすいの。はい、5、いやー、もう人生1、2、3、4、5、7万もらう。マスクをかぶってあれも大事、7万もらう。しかもダイナミックカード付き。あ、大丈夫かも、ダイナミックカード。あ、待ってください、7万、7万ください。7万です。7万ください。あの、10万でもいいですよ。10万、両替してくれたら10万でもいいんですよ。しない、しない。もう仕事、今の仕事増やさないでください。やばい。あの、2万5枚だったら10万にしてくれてもいいんだぜ。すげえな。もうすっげえ大金持ちですよ、俺今。年、頑張れ。結婚5。はい、結婚しました。数字は2。ローカルコース、3000円ずつ。そうだよ。2000円の釣りもらっていきます。俺らが大変になるやつじゃねえけど、お前これよ。はい、じゃあカルト行くぜ。カルトローカルコースだったよな。うん、はい、1、5000円払う。カルトでもダイナミックあるから、これんー、カルトどうするかな。まあ、5000円もらっちゃってもいいかな、多分。だって 2枚あるでしょ。今2枚あるし、で、これであの差し引きゼロになるから、払わなくていいから、5000も貯金でないのに終わるし、どないやつ無駄遣い5000払う。やりそう。ありそう。ダイナミックで1枚でも引いてくる。光の戦士、新しいダルマとパッチ5000円じゃない、買うやつ。やる、貯金ならいいだろ。あ、話した2マス、なんだこれ、1万払え。は食べきる覚悟でレストラン全メニューを注文、1万払う。炎上したやつじゃねえかこれ。炎上ですね。ダイナミックはねえのか。使って1万もらう？もらう。あ、どうぞ。あ、待って、これ後半ダイナミック、まあ、あの、この次のマスダイナミック、あの、2枚持ってた紙盛りいけたんだけど、取り返した。いくらだっけ。1万です。1万か、安いな。今回払ってやるよ。俺にとっても安いわ。いきます。てか俺も何振ってもドリームなんだけど。大丈夫、踏んなくていいじゃん。何よ、ダイナミックカードを使って夢がたくさんドリームメディアのバージョンを変える。2枚で紙盛りバージョン。はい、紙盛りいきまーす。特盛りこれです。はい、ちなみに裏が、大盛り。これもう一人特盛りいったらもうビーダー特盛りだぜ。これドリームメディアの変更コースはこのマスに止まったら必ず行うそうです。
じゃあどうやってやるのそれ。だから、いや変わったら同じマスでそのまま来るってこっちに移っちゃう俺も。あ、そういうこと、うん、あ、後半誰かのせいで変わるかもしれないんだ。そうそうそう、まあでも先に入っとけばって感じかな。で、進む方向は、1から3ビッグマネーかトレジャー、つまりとりあえずダイナミック2枚支払います。ぽい、おう、トレジャーコース、じゃじゃーん、はいどうぞ。オッケー、次トシ、いけ、2トンレザー、じゃあ次のカルト5でローカル2000払ってお手伝いロボを取る。これだったらいつ払うでしょ。お手伝いロボってお宝か、うん、うん、この中からお手伝いロボ探すの俺。ちょっとあのカルト5も進めといて。はいよ、ローカルね。あれ結構これ動いてるね。うん、つけんちょっと10万払ってお宝リニアモーターカーを払うか。払う、ダイナミックだわ。あ、そしたらダイナミック、ダイナミックで10万もらってお宝もらうわ。そうだ、あ、でもだ、お宝以外か。お宝はもらうこれ。そうだね、10万払うしかないじゃん。ねえよ。あるよ。あ、10万だよ。え、10万。ほんまや、いいじゃん。借金だよ、約束するのに。はい、早すぎ。約束手形、早すぎ。約束手形5枚ください。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントとよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。